はい、皆さんこんにちは。和精油コンシェルジュコンミユの死にかけラジオ、アロマの話したりしなかったりにようこそ。このチャンネルは、和精油と自然派化商品の専門店ミューズネストのオーナーでもある私コンミユが、アロマの知識ですとかね、健康雑学などをですねご紹介するチャンネルです。で、今回はアロマの資格勉強の仕方コンミユ流ということなんですけれども、なんかよく喋っているとですね、なんでそんなに知ってるんですかみたいなことを言われるんですね。遊びさん、こんにちは、ありがとうございます。なんでそんなに知ってるんかって言われても、そんなに知ってるわけでもないんですよね。順番に皆さんと同じように、なんだろうな、アロマセラピーを勉強しようと思うと、日本アロマ環境協会の AAJ のですねアロマテラピー検定から始めたわけです。ハッシーさんこんにちは。そう、だからどうやって勉強したのとか言われても、おそらく皆さんと同じようなテキストを使って勉強はしてきていると思います。で、アロマテラピー検定1級の時はですね、私まだ本当に十何年か前だったので、普通に公式検定のテキストブックを買って読んで、で行きそうなものなんですけれども、ミリーさんこんにちは。最初のアロマテラピー検定、皆さんこんにちは、プビートさんこんにちは、皆さんありがとうございます。そう、どうやって勉強したのかなんですけど、アロマテラピー検定1級と2級の時ですね、2級受けるだけちょっとね、検定料もったいないと思って、皆さんこんにちは。そうなんですよ。それで、いきなりね、問題集を買いました。公式検定を、公式検定のテキスト読んでも、多分そこからね、何が出るのかっていうのはまず自分でまた考えないといけないのがめんどくさいなと思ったので、いきなり問題集を買ったんですよね。で、検定1級の問題集を解いて、で、あとはそうですね、スタンダードだと思うんですけれども、皆さんもご購入の経験があるかな、生活の木さんのね、検定セットでございますよ。あれをクン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 して、で、当時はまだこんなコロナ禍じゃなかったので、会場で、どの香りがなのかっていうね、ブラインドテストみたいなことをねするんですよね。マヤ太郎さんこんにちは。それで、匂いを覚えて、マークさんこんにちは。そう、それで会場でテストに挑みましたね。で、一発合格したんですけれども、そっから先ですよね。じゃあ、AEAJ に入会をして、上位資格を狙っていくのかっていう時に、初めてそうだなと、スクールに入った方がいいなって。黙って聞いてます？黙らなくてもいいですよ。コメントいただければ全然読み上げます。そうそれで、アロマテラピー検定1級の後は、AAJ に入会した後にアロマテラピーアドバイザーのね講習があるんですよね。それは受けるだけで、資格が取れるというものです。なので、ある程度ベースの知識があって、で、アドバイスをする上でこういう注意点がありますよみたいなのを、講習で習うんですよね、セミナー。ちょっとね、眠たくなるかもしれません。で、スクールによってはスクールの中で、アドバイザーの講習を行ってらっしゃるところがあるので、そういったところだとみんなでね、和気あいあいと受けられたりするのかもしれません。私の場合はでっかい、大阪で言うとどこだっけ、そう梅田のスカイビルかどっかかな、なんかめっちゃ高いところで受けた覚えがありますね。で、その後ですね、ちょっと難関っていうか、その苦手な人が多いのがアロマテラピーインストラクターの試験ですね。これは本当に化学の成分であったりとか解剖生理学もね入ってくるので、これはちょっとしんどいわって思った人もいると思うんですよね。で、もちろんそのスクールに通われたら、そのスクールの先生が教えてくださるんですけれども、それだけを勉強しているとなかなかちょっと自分でもスクールのテキストだけで復習してっていうのはしんどいなっていうのがあるんですね。というか持ち運びがしんどいんですよ。 A4 サイズのやつでこうドサッとあったりとかするとね。で、あとはそうですね、やっぱり問題を想定して自分で答えられるようにしとかないといけないの で、その時に私は結構本屋さんに行ってですね、アロマテラピーインストラクター試験の、いくつかの問題集を見比べて、で、皆さんの、おすすめがあったものじゃないものを買ったりとかしましたね。
私の脳の中では、まあ、問題を解けば解くほど覚えていくっていう、そのなんだろうな、そのエビングハウスの忘却曲線みたいなものがあって、やっぱりどんどん解かないと忘れちゃうんですよね。なので、あの、私が選んだのは一問一答型のものにしました。今もね、販売されているんですけど、中身は結構変わってるらしいですよ。アロマテラピーインストラクター試験徹底対策問題集って書いていれば、あの、1000問あるんですよ、1000問。1000問あって、で、まあ、一つ一つですね、聞かれるので、それに対して答えていくことで、大体自分の中でこう、頭の中が整理できてくるっていう感じですね。深く覚えることができるっていう感じです。便利ですよ。あ、自分が解けなかった問題だけもう一回解いたりとかね、あの、周回してやったりできるので。で、このインストラクター受かっちゃえば、あとはそうですね、アロマセラピストの試験があるわけなんですけれども、うん、アロマセラピストの方はですね、そうですね、学科試験がも難しいというよりかは、あの、実技が入ってくるので、まあ、実技をクリアするために練習するっていう感じです。で、まあ、問題のですね、まあ、そのアロマセラピストまで来ましたよと、国内の試験をクリアしましたよとなった時にですね、じゃあ IFA、イギリスの試験を受けるにあたって、なんと、まあ、すごいことにですね、公式の問題集とかテキストっていうのが存在しないわけなんですよね。あの、ないんですよ。検定試験、資格試験なんですけど、公式の問題集とか、公式の、なんだろう、テキストブックですね、教科書、いわゆる教科書がないんですよね。これ本当にね、あの、初期の頃に受けられた先生方ですね、今、まあ、第一線で活躍されているような先生方は、本当に何の情報もない中で、解剖生理学とかもどのレベルまで出るかわからないから、なんかいろんな、その、あの、看護師さんレベルのですね、まあ、医学書と言われているようなものをですね、読んだりだとか勉強したりしたというふうに聞きました。まあ、今ではね、その IFA の資格が取れるコースを提供しているスクールが結構あるので、まあ、そういったところで体系立てていろんなね、ことを勉強はできるんですが、まあ、その教科書もですね、言うたら、その、他の人がまとめた知識なので、自分ごとにしようと思うと結構難しくって、そこからまたノートにまとめ直すこの時間がものすごくかかっちゃうから、私はちょっとですね、あの、隙間時間で勉強しないといけなかったんですね。ものすごい子育て中だったのと、まあ、子供がちょうどイヤイヤ期だったんですよね。で、あの、隙間時間で勉強をバババッと繰り返さないと、なかなかうまくいかないと。まあ、その時家事も結構ちゃんとやってたのでね。で、それで編み出したのが、この今回の、アイコンですね。まあ、ヘッダーになっている、この画像に出ているやつですね。一覧表を作りました。自分で。まあ、簡単ですよね。Excel で、まあ、各、まあ、IFA だったら70種類の声優のプロフィールを勉強するんですけれども、まあ、それぞれの声優のプロフィールと、あと抽出部位と、まあ、そうですね、どこから取るのか、上流方法、あとはですね、実技の方にも関わってくるので、トップ、ミドル、ベースのどのノートなのかっていうのと、あと香りの強さのファクターもなるべく覚えておいた方がいいよということなので、ファクター、あとは成分ですね、主成分と、その中でも、禁忌にあたる成分なんかは、ちょっと注意して赤字で書いたりとかもしてました。で、特徴とか適用例っていうのは、その教科書からですね、わざわざ打ち込んだんですね。なんで打ち込んだのかっていうと、検索率が上がるからですね。例えば、まあね、コントロール F とかで、そうだな、訴え除去とか入れたら、訴え除去に関わる声優がバッと並ぶわけですよね。うん。そういうことで、Excel にまとめてしまうのが一番早いわと思ったんですよね。で、そこに、声優の、何だったかな、ビジュアルガイドだったかな。で、効能グラフとか、含まれている成分を、カラーグラフにしてですね、まとめてある本があるんですが、これ私ちょっと後悔したのが、書籍の方を買えばよかったなって思ったんですよね。ただ、ま、結果としてこの、Kindle で買ったのかな？ Kindle で買ったから、それをスクショして、まあ、いちいち貼り付けるっていうアホみたいな作業をしたんですけど、まあ、結果ちょっとこう、ビジュアル的にね、見ることができるので、なんとなく何にいいのかなっていうのを選べるように、こう、貼り付けた。
ていう感じですね。うん、これでこうやって表でまとめると、ずっと使えるから結構便利ですよ。例えばそのお仕事をする上で、いろんな種族の、ね、方がいらっしゃいますので、その方にとっては、近畿何だったっけってそこで思い出すっていうよりかは、もうお医者さんもですね、言うたら目の前でお薬辞典とかも引いたりするわけですよね。あと、その電カル、いわゆる電子カルテなんかだったと、お薬同士の飲み合わせとかお薬のプロフィールなんかも全部書いてあるんですよね、あの中に。本当に全部その頭の中で覚えて、で間違えた知識を伝えるよりは、こういったものをちゃんと見てから、確認して、で、使っていくのがより安全なんじゃないかなと思っているので、これをですね、カンニングとは思わないで、現実的に使っていければいいんじゃないかなと考えております。ちなみにこの IFA のやつですね、まとめるのめちゃめちゃ時間かかりました。めちゃめちゃ時間がかかったので、普段は全然公開してないんですけれども、試験を受けるお仲間の方々ですね、お仲間の方々なんかには、これと、あともう一つですね、解剖生理学の私の、予想問題集みたいなやつをですね作って、でそれを、送ってあげたりなんかしました。解剖生理学の方はですね、副教材としてスクールが使っていたのが、ロス&ウィルソンっていう、医学部でよく使われているようなやつかな。それの、解剖図がですね、 IFA の試験に出てくるということだったので、すっごく読みにくい、訳がちょっとね上手じゃないんですよ。日本語訳が上手じゃない、読みにくい本なんですけど、ロス&ウィルソンの方から画像を取ってきて自分でノートにまとめ、それをさらに、パソコンの中で、想定問題集っていう形で、バーッとこう問題とそれに対する、自分の答えですね、なんていうか記述式なので選択問題じゃないんですよ。記述式なので自分で、ちゃんとその意図を組んでですね、問題の意図を組んで答えられるようには練習していました。はい、そんな感じですね、資格試験を取った時はですね、こんな感じで勉強していました。もっと簡単に言うと、これをトイレに貼っていたっていうことですね。プリントアウトしてトイレに貼る、はい、これが一番頻度が高く、フリークエンシー効果って言われてますね、広告業界なんかでは。頻度が高く、接することができ、さらにそれにより、エビングハウスの忘却曲線に沿ってですね、思い出すことができると。ちょっと忘れたなって思った時にトイレに入ってパッと見て、あそうだそうだみたいなね、一回忘れて思い出すっていう作業が脳の中では記憶の定着につながっていくので、覚えているうちにもう一回やったってしょうがないんですよ。トイレドア作戦ね、アロマテラピー検定とかインストラクターの歴史を勉強する会がねあるので、その歴史を勉強するときなんかはもう自分で模造紙みたいなやつにブワーってこう年表を書いてですね、古代エジプト時代からですね現代に至るまで並べてトイレに貼ってましたそうですね、化学成分の、そうですね、官能器の違いなんかも語呂合わせにしたやつを、自分で紙に書いてトイレの壁に貼ってましたね。そうすると、なんだっけみたいな、脂肪酸なんかの覚え方とか、アミノ酸の必須アミノ酸の覚え方とかね、いろんな語呂合わせが出てるので、それで自分で気に入ったように気に入ったものを選んだり、あるいは自分の状況に合わせて、ちょっともじったりとかして、書いてましたね。はい、これ楽しいですよ。ちなみに私がですね、自分の状況に合わせて作った語呂が一つあるんですが、何だったかな。全然父が成長しないオラ不幸っていうやつです。何のことかわからないっていう方は、下垂体のホルモンを調べていただければわかると思いますそういうのをですね、ご自身で編み出されるのも一つの手かなと思います。はい、じゃあ今日は、コンビニ流の、アロマの資格勉強の仕方なんですが、参考になったりならなかったり、そんな方法できへんわっていうようなツッコミ等もお待ちしてますので、ぜひぜひコメントとか、あともうちょっと詳しく聞きたいわっていう時はレターでください全然父が成長しないオラ不幸は何なんですかっていうレターも大丈夫ですよ本当にね、風呂場椅子独り占めとかね、そういうのも
そういうのも使いましたよ。やっぱね、語呂合わせはねちょっと思いやすいで、覚え、なんかね、その語呂合わせを特徴にして販売されているなんていうのかな、練習問題集みたいなのはあるんですけど、その人が作ったやつってあんまりなんか自分の心にスッて入らないんですよね。だから皆さんにおすすめするのは、ご自身で作られるっていうのをおすすめします。はい、以上、今日はこのぐらいにします。ではまたですね、配信させていただきますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。